アメリカでファンダムが一番大きい K-POP ガールズグループはどのグループだと思いますか？やっぱりブラックピンク？最近めっちゃ強いニュージーンズ？一般的にファンダムの大きさを測るときによく見られるのがアルバムの初動販売量なんですね。アルバムを発売して1週間以内に売れた販売量のことを初動販売量って言うんですけど、ファンの場合はだいたい1週間以内にアルバムを買うんで、初動販売量が多いグループはファンが多いという意味なんですね。さっきの質問を少し変えて、アメリカでアルバムの初動販売量が一番多い K-POP ガールズグループはどのグループだと思いますか？これが面白いんで紹介します。アメリカで初動販売量が最も多い K-POP ガールズグループ、トップ10、10位エスパー4万枚、9位ルスラフィム 4.5 万枚、8位トワイス 4.6 万枚、7位エスパー 5.6 万枚、6位トワイス 6.6 万枚、5位トワイス10万枚、4位ブラックピンク 10.2 万枚、3位ブラックピンク11万枚、2位ニュージーンズ 12.7 万枚、1位トワイス 15.3 万枚。なんか少ないって思った方がいるかもしれないんですけど、アメリカってアルバムを買う文化があんまりないんで、他のアメリカの人気歌手と比べても多い方なんですね。ここでトワイスの方がブラックピンクより人気なの？って思った方がいるかもしれないんですけど、初動販売量が多いとしてブラックピンクよりトワイスの方がアメリカで人気だということではありません。ただ少なくともファンダムの大きさだけはトワイスの方が大きいということなんですね。そして最近はトワイスの第二全盛期とも言えるぐらい世界的に人気になってるんですけど、正直言って昔はトワイスとブラックピンクの間にはかなりのギャップがありました。ブラックピンクのワールドツアーは言葉通り世界中を回ってたんですけど、トワイスのワールドツアーはワールドと言っても回る国が少なくて、前回の場合日本、韓国、アメリカの3カ国しか回ってなかったんですね。でもそれがね、最近はトワイスとブラックピンクのギャップが縮まって、今回はトワイスも言葉通り世界中を回るようになりました。日本のワンスの皆さんには悲しいニュースでもあるし嬉しいニュースでもあると思うんですけど、トワイスのコンサートに行きたいと、もっと近くで見たいと思っている方にはこれからどんどん日本じゃない国に行っちゃうんで悲しいニュースだし、トワイスがもっと世界で活躍する姿を見たいと思っている方には嬉しいニュースだと思います。じゃあトワイスがどの国を回るようになったのか、ザーって言っていきます。トワイスは韓国、オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ、シンガポール、イギリス、フランス、ドイツ、タイ、フィリピン、インドネシア、メキシコ、ブラジルの14カ国を回ることになって、アフリカ以外の全ての大陸を回ることになったんですね。すごいでしょ。ただ回ってるだけじゃないかって、ちゃんと人気が出てます。だからイケてるんだ。アメリカの西部地域ロサンゼルスでチケット完売、東部地域ニューヨークでも完売、ヨーロッパの3カ国イギリスのロンドン、フランスのパリ、ドイツのベルリンでも完売、中米のメキシコのメキシコシティでも完売、南米のブラジル、サンパウロでも完売してて、トワイスの人気はアジアだけじゃなくて世界的に広がってるんですね。びっくりしますよね。じゃあなぜトワイスがこれほど世界的に人気になってるのかについて話してみようかなと思います。最近ね、私が運営してる日韓交流会で、私がトワイスが最近アメリカでヤバいですって言ったら、そこにいた参加者の一人が、トワイスって前と比べて人気下がってるんじゃないですかって言ってました。実際多くの方がトワイスの全盛期は終わっていて活動量が減ってるって思ってるんですけど、実は今一番忙しいんですね。ガールズグループって普通はデビューしてから3年目ぐらいが全盛期で、それからはどんどん人気が下がって、5年目ぐらいになるとかなり活動量が減って、奇跡的に再契約できたとしても以前のような人気を得ることはできなくなる場合が多いんですけど、トワイスの場合は異例種の異例で、再契約後にもずっと人気なんですね。ずっと人気っていうかもっと人気になってます。そしてトワイスが最近世界的に人気になった理由なんですけど、以前にはトワイスみたいな可愛いコンセプトは世界では通用しないと思われてました。だから JYP も積極的に進出しようとしてなかったんですけど、それが2020年、ジコが始めたチャレンジ文化が拡散して、アイドルたちはもちろん一般人の方にもその文化が TikTok を中心に広がったんですね。トワイスはチャレンジ文化が拡散するずっと前から消毒性のあるポイントを強調して真似しやすい振り付けの曲をたくさん出してたんで、世界中の多くの人たちがトワイスの曲のチャレンジをして、トワイスの曲を聴いた多くの人たちがトワイスの曲を調べるようになって、トワイスの人気は世界的に高くなったんですね。そして JYP はその動きを掴んで、2021年には英語の曲 The Feels を出してたんですね。その結果トワイスはもっと世界的に人気になって、2022年にはアメリカの Spotify で最も再生された K-POP ガールズグループ1位にもなりました。そして2023年にはワールドツアーで世界中を回れるようになったんです。
ですね。最後にですね、TWICE がアメリカに進出することによって、アメリカのワンスを中心に広がった面白い文化があるんですけど、アメリカの TWICE のコンサートには、ダンスタイムっていうのがあって、画面に映った人は流れる曲の振り付けをするんですね。人種、性別、年齢など関係なく、みんな TWICE の曲に合わせて、幸せな表情で踊ってるんですけど、人類の平和がここにあるんじゃないかと思えるぐらい、みんなが TWICE で一つになってるんですね。コンサートのチケットが取れた人は、どんな曲が流れる予定なのかを事前に調べて、練習して参考してるらしいんですけど、それにしてもみんな上手すぎる。なんか日本と韓国でこんなことしたら逆に移りそうで怖くて行けなくなる人増えそうですね。ちなみにイッチとかブラックピンクのコンサートでも同じことをしてるんですね。今回は TWICE が世界でどれぐらい人気なのか、そしてなぜ人気になったのかについて話してみたんですけど、個人的にはこの動画を作りながらすごい感動しました。やっぱり自分の好きなものを好きになってくれる人が増えると嬉しいんですよね。皆さんはどう思ったんでしょうか。皆さんの意見もコメント欄に残して、グループ LINE にも参加してください。ご視聴ありがとうございました。